はい、こんにちは、まあ、チャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。うん、デラックスタドルクエストガジェットとレベルアップライダーシリーズ02仮面ライダーブレイブクエストゲーマーです。2016年10月8日発売のこの2点の商品を購入してきました、はい。今日の動画の最後にも VFX 寸劇がありますので、はい、ぜひ最後までご覧ください。そして今日の動画がもしよかったなとか楽しかったなと思った方はぜひチャンネル登録高評価お願いしますね、はい。じゃあ早速開けていきましょう。はい、ガッシャッと、はい、ガッシャッと、はい、こちらがタドルクエストガシャットですね、はい。RPG ゲームみたいな感じのラベルになってますね、はい。で、全然シートを取ってください、はい。よし、じゃあ音鳴らしてみましょう。はい、ではタドルクエスト、あー、ちょっとそれっぽいね、うん。で、あとは一緒かな。そうだね一緒だね、うん。そしてこちらがレベルアップシリーズ02の仮面ライダーブレイブですね、はい。かっこいいね。うん、かっこいい。すごくかっこいいけど、これ仮面ライダーなの？そうだね、なんかもうもはや仮面ライダーじゃない、まあ、これ自体も仮面ライダーじゃなかったけど、うん、全然違うアクションフィギュアを紹介してるみたいな感じになってきた。そうだね、かっこいいけどね、うん、すごいかっこいいよ。確かに、うん。いつも通り全身20箇所動きますね、はい。背中の方はこのような感じになってます、うん。このシールドというか盾みたいなのは取り外せるんだよ、ね。ああ、そっち外せんの。あ、外せた。あ、ほんとだ。あ、それ穴に刺さってるのね。おお、なるほど。じゃあそれをこのアクションゲームにつけることもできるわけだ、はい。こうやってつけられそうだね。つけたれた。なるほど、こういうなんかバージョンアップが今後ありそうだね。そうだね。ブレイブが持っているのがガシャコンソールですね、はい。これは来週発売だ、うん。ああ、またそれが発売されたらレビューしますね。この刃の部分が回転しますね、うん。これで切り替えられるんだね、はい。はい、ではお願いします。ちょっとワン、ニーセット。で、レベル1。そうだね。これは全く一緒だね。はい。はい。はい、じゃあレベル2にするんですけれども、エイシン君はこのフィギュアをレベル1からレベル2にしてください。はい。時間内にできないと思うけど、うん、多分早送りします。はい。はい、じゃあ行きますね。せーの。はい、できました。はい、ようやく。かなり時間経っちゃったけど、はい、早送りしたからね。うん。こんな感じでございますね、はい。はい。タドルクエストのレベル3を聞いてみましょう。はい、スロット1にアクションゲーマー。はい。スロット2にタドルクエストを入れてみましょう。はい。はい、レバーを引く。はい。これでレベル3だ、うん。なんかちょっとよく分かんなかったね。そうだね、うん。はい、じゃあ次決め技アンダーいきます。ブー、何やっとんじゃん間違えた、間違えた。決め技、はい、お願いします。セット。決め技いきます。じゃあガシャコンブレーカーさせてみましょう。はい。こう光ってね、うん。タドルクリティカルフィニッシュ。はい。今日も平和だな。特に事件もなさそうだな。もしかして君も僕と同じ仮面ライダー？そうだよ。僕の名前は仮面ライダーブレイブ。仮面ライダーは一人でいい。ブレイブシ！よし！おりゃ！よし！ブレイドホーナーで変えよう！ちょっとこれじゃきついな。
これが私の真の姿だ。何？行くぞ！ダシン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 。よし、ではとどめを刺させてもらうぞ。よし、ダシン！はい、ということで今回はデラックスタドルクエストガシャとレベルアップライダーシリーズ02仮面ライダーブレイブアクションじゃなくてクエストゲーマーでした。ごめんなさい、間違えちゃった。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いします。そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧に前チャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。はい、そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。はい、それと前チャンネルでは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますので、ぜひそちらのフォローをお願いします。はい、お願いします。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。